はい、どうも、コミです。さあ、今日はですね、この絆さんというね、僕の動画見てくれてる人は知ってると思うんですけども、みんなで集まって対戦しましょうっていうね、合同対戦型のイベントに呼んでもらってます。で、こちらで今日は、動画撮っていこうと思ってるんですけども、まだ終わってないんですけど、リプレイを全部見たんですね、僕。ブワーって。そうしたらね、ちょっと意外に、あ、ここ、こうなんだってとこに気がついて、で、それがですね、何かというと、クイヒーなんですね。クイヒーディガホグの、やる頻度の高さたるやって感じです。僕らのカンクラってあんまりこれやってないし、なんなら紡ぎ組とか、あと GS でもそんなに見ないんですけど、今回そのね、クイヒーディガホグが割と爆発してるんですね。ちょっと今日はこれを、見ていきながら、この強さとかね、使えるポイントってところにこう、的を絞って話をしこうかなというふうに思います。まず兄さんですね。ツイッターやってる人は有名な、じゃあ、まかないのね、写真をいっぱい上げてくれる、めっちゃ高級そうなまかないのね、写真を上げてる方ですね。僕、いつもそれ見ながらお腹減ったなってなってるんですけども。はい。兄さんのアタックですね。クイヒーディガホグ、ヒーラー6体持っててますね。で、アーチャークイーンを9時から出していって、この区画に入れていきます。で、狙いは当然、タウンホールをクイーンで取っていくっていうことで、ここに壁を開けて、アーチャークイーンの動きとしては、まあ、目的多分こんな感じですね。ぐーっとこういう風に回してタウンホールに持っていこうというイメージ感だと思うんです。ですけども、はい、で、ディガートホグライダーを、14体プラス8体ですね、持っていきながら、グランドウォーデンは陸にしていて、なんだっけ、こいつ、ポイズンリザードか、これつけてますね、これね、はい、ここ、このとこね、はい。で、突破兵器はあれですね、投下兵舎かな、ペッカとかビーザードが出てくるやつ、で、この辺に壁穴開けることによって、ここもキングとかを多分入れてこういう風に歩かしていこうっていうような魂胆でやってんじゃないかなという風に思うんですけども、アーチャークイーンがね、これ残念なことにここでクローク吐いた上に壁殴り始めるんですね。多分マジかよって思ったと思うんですけど、で、まあ、この形になりそうだったんで、もう素早くディガホグを出して、ここをね、壊すことによって、アーチャークイーンをタウンホールの方に、移動させようと、タゲを変えようとしたんだと思うんですけども、壁突き破ってきちゃったんですね。こうなってきちゃうと、ちょっとね、アーチャークイーンのルートが崩れるんですが、もうこの時点で結構苦しいかなと思ったんですよ。だけど、まず防衛軍はスーパーガーゴイルしっかりポイズンで潰しますね。で、そこにディガホグがまだトーム残した状態でいるわけですよ。で、グランドボディのトームまだ使わないんですね。ヒーローをなるべく使って序盤を耐え切っていって、ディガーがみんなね、こっちのタンホール方面に行ってしまったんで、ここで、トームを使ってヒーラーとね、クイーン、さらにはディガーたちを守っていきます。で、投下兵舎から出てきたホグライダーが今ここですね、右側の方、ロイヤルチャンピオンたちと合流していってるって感じですね。で、タウンホールはクイーンがここをね、こう壁殴り開けながら入ってきて届くんですよね。で、届いた上にクイーンが壁もう一度殴って外側に出ていってます。で、残ったですね、こっちの右半分というか右上の方っていうのは、ロイヤルチャンピオンだったり、もともと持ってたイエティとかですね、キング、たちで倒していくって形になるんですけども、要は、この形ができちゃうっていうのは、ディガホグが強かった頃のタウンホール13とかね、ああいう頃のそのディガホグの全開の取り方なんですね。多少乱れても、もうそもそもディガホグっていうこの組み合わせが強いので、もうその地の力で持っていけちゃうっていうか、それがやっぱり今の15の環境だとできるようになってんだなっていうのがめちゃめちゃ僕にとっては大きな発見でした。で、もちろんこれだけではなくて、いろんな方がこのディガホグで、バシバシ取ってってんですね。もう一個はこれかな。エースさん。エースさんのやっているこのディガホグっていうのも、これ、タウンホールの方にね、クイーンをやっぱり持っていくタイプです。やっぱり、タウンホールをディガートホグライダーで取ろうと思うと、どうしてもそこでディガホグライダーが全滅しちゃうんですよね。なんで、タウンホールはクイーンで取っていくっていう形が、要はできるかどうかですね。で、これができるのであれば、あとはディガホグでなんとかなっちゃうって感じなんだろうと思います。呪文の編成、ヒール3枚、レイジ2枚ってなってますけども、どうだろう、これヒール僕2枚でレイジを3枚っていう方が、個人的にはよく見る形かなと思いますね。この、まあ、枚数の、差っていうのは、まあ、個人個人の使いやすい差にも、まあ、よるので、別に正解っていうのはないと思うんですけど、はい。アーチャークイーン対アーチャークイーン、霊場を使って、そのまま地のアーチャークイーンの攻撃力で殴り倒していきましたね。クロスボウ2本やっぱり来ると相当重くなるんで、ここにちょっと前目に霊場を置いて、アーチャークイーンとヒーラー両方に霊場がかかるようにうまく調整しますね。で、
すかさずここから、ホグライダーを流し込んでいきます。これはディガーホグではありますけども、割とスーパーホグライダーの破壊力がメインになってるのかな。で、ここをこう潰していくことによって、アーチャークイーンがしっかりタウンホール方面にこうね、ターゲットを向けてくれるようにしてます。これ、アーチャークイーンが上行っちゃうとタウンホールがスルーされちゃうんで、もうやばいんですけど、はい、そうならないように注意をしているんですが、この攻めもね、結局は、ターンホール最後まで残るんですね。はい、残っちゃうんですよ。だけど、いけちゃうんですよね。いや、本当にディガホグってこんな強かったんだなーってのをまじまじと思い知らされますね。ここでヒーラーがみんなタウンホールの攻撃で溶けちゃって、クロークを吐くんですけども、ロイヤルチャンピオンクロスボウ投石モノリスあるんで、さすがにここはもうアーチャークイーンが落ちますね。で、ヒーラーもいなくなっちゃって、絶望的なはずなんですが、こっから伸びるんですよね。はい。ちなみにこれ兵器はドリルですね。で、グランドウォーでまだエラナルフォーム使ってないっていう、これはね、残しておいたのかな。僕なら絶対使ってると思うんだけどな。序盤でね、確実に使ってると思うんですけど、残してますね。で、まあ、この残っているエダナルトームのおかげで、この最終盤、呪文はないんですけど、ロイヤルチャンピオンと、この、なんだっけ、ドリルたちで持っていけちゃうんですね。はい、フォームを使って、残りテスラ2本折ったら、あとはタウンホールなんですけども、タウンホールはドリルがね、攻撃を入れるとこ止めることができるんで、ドリルのダメージ、ロイヤルチャンピオンの攻撃力、グランドウォーデンの攻撃力、この辺全部、ひっくるめて殴り壊していきます。で、最後、ドリルから、ホグライダーがやっと出てきて、回収テスラで全開って感じですね。いや、こういう形で持ってけちゃうんだなっていう風に思ったのは大きいですね。ディガーもなんだかんだ最後までこう生き残ってますしね。ディガー何体かな？ディガー10体 のスーパーホグライダー13体。まあ、スーパーディガーホグ編成って感じですかね。はい、すごくないですか？なんか、ごちゃごちゃごちゃっとして、なんかその、どさくさに紛れていけちゃうみたいな感じなんですよ。これが本当ディガーホグの成功パターンで、実際のところね。綺麗に、まあ、取れるときは取れるんですけど、割と食い火が落ちても、まあ、その後ヒーラーがディガーホグにスイッチしたりとか、いろんなそういうね、どさくさっていうのが、大きく、どさくさに大きく期待できる戦術が僕はディガーホグだと思うので、これは本当にもう、なんかディガホグのなんていうんですかね。もう典型的な旋回の取り方なのかなって気がしますね。で、この最後、ムッシュさんのアタック。これは多分ムッシュマロンさんだろうな。メロンさんだけど。さすがにムッシュマロンさんの、なんだろう。リスペクトでムッシュメロン赤を作りましたっていう人ではないと思う。ムッシュさんっていうね、バンクールさんっていうクランにいる結構有名でうまい方がいるんですけども、おそらくその方のサブ赤だと思いますが、綺麗ですね。しっかりとホグライダーでこれタウンホールじゃねえわ、クラン城の範囲に入れてあげて、ここで援軍を釣ります。この援軍が、このタウンホールに入ってくる、この辺で、援軍と当たっちゃうとだいぶダメージが大きいので、そんなダメージがいっぱいね、かさばらない、序盤のところで援軍釣り出して処理しちゃうっていうね、こういうテクニックはディガホグする人にはものすごい必須です。この、援軍ってディガホグで当たっちゃうとどうしても空援軍、スパーカゴとかドラゴンとかって処理ができないので、そうならないようにしっかりと、クイヒーパートで処理しておきたいんですね。まあそういう理由があって序盤に、クイヒーで処理できるようにしちゃったというところですね。で、レイジ。で、ここですね、インビジタワーとか、タウンポイズンとか、めちゃくちゃ、クイヒーを邪魔するんですけど、冷静ですね、インビジブルの呪文をかけて、クイーンとヒーラーを隠しながらレイジをかけて、アーチャークイーンの体力をしっかり管理してますね。まあ、クロークは吐かされましたが、ここで吐いちゃうのはしゃあないっていうか、まあ結構火力高いので、ここは吐かされポイントですよね。で、ヒーラーの呪文はしっかりと、スーパーホグライ、違うわ、ディガーとホグライダーか、にかかるようにね、うまい場所にも打ってるっていうのもあるんですが、こんな感じ、ここでトームですね。はい。イーグルフの着弾と合わせて、相手のキング、さらには、クロスボウ、インフェルの当たるところでトームを打ってあげて、で、アーチャークイーンにも、これしっかりインビジブルかけてね、グランドオーデンゾーからのダメージとか守ってますね。こういうマルチタスクができる人間じゃないと結構、このディガホグっていう戦術は難しいっていうのはあるんですけど、これができるとさっき言ったようにもう、どさくさに紛れてきちゃうんですね。このホグライダーの残り方、たるやですよ。ヒール1枚残してますしね。防衛のレベルも低かったんですけども、ヒールもこんだけ残ってるので、まあ、1枚ヒール残すのは相当すごいと思うんですけどね。ディガーもこんだけ残ってるし。だからやっぱり、タウンホールが、食い火で取れて、で、かつ、防衛援軍も
食い火で処理ができますよっていうパターンだと、昔ながらのこの透過弊社を持っていったディガホグがめちゃくちゃ強くなるなっていう話だと思います。今回のあのプランざっくり言うと、食い火でここを削りますよね。で、この部分っていうのを、ディガマイナーって書くんですけども、ディガーとホグライダーで持っていく、こうですね。でこっちをバーバリアンキングで潰すっていう感じですね。まあロイヤルチャンピオンもこの、ディガホグライダーパートに混ぜる感じですかね。こういうここはクイーン、あのクイーンとディガホグとあとキングでこうね、3つ3層に分けてこう削り取っていくっていう、こういう攻め方になるわけなんですけど、これあの僕もやったけどあんまりうまくいかなかったなと思ったんですが、あの今のこの環境下においては割といけちゃうことがこう分かったんで、またディガホグちょっとやってみようかなと、うん、なんか思わせられるね、まあ、そんなアタックでした。はい、なので、ぜひですね、これ、クイヒー、そんなに、なんていうのかな、クイヒーラバルをやるようなクイヒーよりも、ディガホグの方がまだやりやすいと思うので、まあ、クイヒーをね、過去やってた方とか、今ちょっと戦術性困っていて、でもなんか今、流行りのドラゴンとかそういうのやりにくいよって方は、クイヒーディガホグ試してみるのはすごくありなのかなというのをね、この、合同戦で、結構感じました。ということで、今日はその共有をさせてもらいました。はい。どうでしょうか。以上で今日の動画終わりにします。いいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。